しいユナ。皆さんこんにちは。私はユナです。今回は日本のおすすめのドラマを5つ紹介したいと思います。前回日本のおすすめのアニメを紹介したんですが、ドラマはアニメとは違って実際に俳優さんの表情や仕草、そして状況に合わせたフレーズを知ることができるので、日本語学習にとても役に立つと思います。今回はドラマの内容までざっくり説明するので、もし気になるものがあればぜひ見てみてくださいね。まず一つ目は極戦です。極戦は2002年に放送された人気作品です。その後2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズが放送されました。全シリーズで高視聴率を獲得していて大人気だったドラマです。このドラマに出演したことをきっかけにブレイクする俳優も多くて、若手俳優の登竜門としても注目度の高いドラマでした。主演は仲間由紀恵さんです。彼女はコメディからシリアスまで幅広い役を演じることができる女優さんで、ドラマや映画、CM と幅広く活躍しています。彼女が全シリーズ主役を務めましたが、シーズンごとに変わる俳優にもすごく注目されていました。第1シリーズに出演していたのは、ジャニーズグループの嵐の松本潤。日本では松潤と呼ばれています。第2シリーズは特に人気の高いシリーズで、極戦といえば第2シリーズという人も多いです。出演していたのは、当時ジャニーズグループのカトゥーンというメンバーの亀梨和也、赤西仁などです。第3シリーズでは民放の連続ドラマ平均視聴率が1位となり、この翌年に極戦は映画化されました。出演していたのはジャニーズグループ平成ジャンプの高木優也、そして俳優の三浦春馬などです。この動画を作るにあたって久しぶりに極戦を見返してみたんですが、脇役を含めて出演者が豪華すぎて、今や全員主役級の俳優さんたちばかりでした。このドラマの内容は、仲間由紀恵さん演じる高校教師山口久美子が不良生徒たちと正面から向き合っていく学園ドラマです。毎回ラストはお約束のようにクラスのヤンキーたちが悪い敵にひどい目に遭っている現場に駆けつけ、正義の味方として華麗なアクションで成敗します。1話ごとに完結してスッキリするのもこのドラマの魅力だと思います。そしてコメディ要素が多いです。コメディ系はストーリーもわかりやすい上に面白いものが多くて、日本語の勉強も飽きることなく見続けられると思います。不良の生徒がたくさん出てくるので、喧嘩のシーンや少し汚い言葉も多いのは確かです。ですが、それを含めて生の日本語や若者言葉を学べると思うので、まずこの極戦をおすすめしたいです。こう見えても授業厳しいわよ。覚悟してね。続いて紹介するのは、ドラゴン桜です。このドラマで人生が変わった人が多くいる名作です。バカとブスこそ東大へ行け。いきなりこんな強烈なセリフが飛び出してきて、多くの人の心をわしづかみにしました。このドラマの主人公は阿部寛という俳優さんが演じています。シリアスな役柄からコミカルな役柄まで幅広く演じ分けられる日本を代表する実力派俳優さんです。ドラゴン桜のすごいところは何と言ってもキャストの豪華さです。海外でも有名な長澤まさみや山下智久、日本ではヤマピーと呼ばれています。あとは新垣結衣、ガッキーなど、今だったら全員主役級の俳優さんたちが勢ぞろいしています。特に新垣結衣、ガッキーは今とは違いギャルっぽい役なのでちょっと新鮮です。このドラマの内容は、偏差値の低い高校として有名な龍山高校の生徒5人を日本の最高峰の大学、東京大学に合格させるというストーリーの受験ドラマです。主人公の桜木健二は元暴走族のリーダーだったんですが、警察に捕まったことが起点となり、改心して真面目に勉強し、東京大学に合格します。ですが、進学はせず、弁護士としての道を選びます。
弁護士事務所を何とか経営している時に破産寸前の龍山高校の学校法人清算の仕事が入ってきます。桜木は学校法人清算の仕事だけでは生計を立て直すのは難しいと考え、龍山高校再建計画を考えます。その内容は平均偏差値36の龍山高校の中から東京大学合格者を5名出すというものです。それまでの学園ドラマでは学校を描いておきながら授業シーンやテストシーンなどはほとんどありませんでした。このドラゴン桜ほど授業やテストの場面を描いた学園ドラマは他にないと思います。平均視聴率もかなり高くて、他の受験大国でもリメイクされるなど一時期社会現象を巻き起こしました。またこのドラマでは主人公が生徒に叱咤激励するために用いた数々の名言があります。受験生はもちろん社会人になっても役立つような名言ばかりなので、ここで少し紹介します。騙されたくなかったら、損して負けたくなかったら、お前ら勉強しろ。勉強をせず知識を身につけない人は自分より賢い人に騙され続け損をするだけです。そもそも勉強しない人は自分が騙されていることにも気づいていない可能性があります。勉強をして知識を得れば騙されることはありません。将来損をしたくなかったら今勉強してください、というメッセージを伝える名言です。想像はまず真似ることから始める。想像は真似ることから始まります。最初から自分オリジナルの勉強法ではうまくいきません。なぜなら知識ゼロの状態で自分流を作ることはできないからです。今の時代はちょっと調べれば正しい勉強法がわかりますよね。まずは成功法の勉強を真似ることが大切で、その後に自分オリジナルの勉強法を生み出せるのです、というメッセージを伝える名言です。自分の経験で得た情報が最も有効。受験は情報戦です。勉強をする中でいろいろな情報が耳に入ってくると思います。あの参考書がいいらしい、あの大学の学部が狙い目らしい、などなど。しかし結局は自分の経験から得た情報が本当に有益なものになります。他人から聞いただけの噂に惑わされてはいけません、というメッセージを伝える名言です。このドラマ放映が2005年なので、かなり前の作品ではあるんですが、今年続編が決まって、実はその続編が今まさに放送中です。日本のテレビ番組が見れる環境の方はぜひチェックしてみてください。続いては、大和なでしこです。私自身恋愛系のドラマを見ることは少ないんですが、このドラマは人生で初めて面白いと思った恋愛系のドラマです。タイトルの大和なでしこですが、これは日本人女性をなでしこという花に例えて、奥ゆかしさや内に秘めた強さを兼ね備えた女性を表す言葉です。日本では昔から使われているワードで、女性を褒めたたえるための美称です。主演は松嶋菜々子という女優さんが演じています。明るいヒロインからおしとやかな大人の役柄まで幅広く演じられて、多くの作品で高視聴率を叩き出しています。相手役は堤真一という俳優さんです。彼も幅広い役柄を演じており、出演した作品はどれも話題作や人気作になっています。このドラマの内容は、貧しい家に生まれ育った主人公陣の桜子は、愛よりお金を信条に合コンを繰り返す客室乗務員。そこで出会ったのが中原大輔。本当は借金だらけの魚屋で働く大輔を、桜子は過去最高のお金持ちと勘違いし、大病院の御曹司である東十条司から大輔に乗り換えることになります。玉の輿を狙う桜子と本当のことを言い出せない大輔の恋は、桜子の後輩塩田若葉を巻き込みながら進んでいきます。気持ちがすれ違っていた2人が結ばれるプロポーズの場面はドラマ史に残る名シーンです。ドラマ大和なでしこの一番の魅力は、なんといっても主演の松嶋菜々子さんです。
お顔が美人なのはもちろん、服装や髪型も素敵なんです。モデル出身でスタイルも良く、様々なハイブランドの服を着こなしていました。放送当時は、桜子スタイルという特集がファッション誌で多く取り組まれていました。でこのドラマはセリフがとってもリアルで、恋愛や男女関係の本質を見事についていると思います。ですが今の時代では使えないような過激なフレーズが結構出てきます。例えば女は27を超えたら株価が暴落、今のうちに結婚相手見つけなきゃ、男の価値は資産、遺産、不動産ですなどです。この大和なでしこは面白い恋愛ドラマが見たい、大人の恋愛ドラマが見たいという人におすすめのドラマです。続いてはブザービート。これは2009年に放送されたドラマで、北川景子ファンにはたまらない作品です。主人公が山下智久、ヒロインが北川景子という最強の美男美女カップルのドラマなので、ストーリーそっちのけで見とれてしまうくらい美しい2人です。主人公は山下智久さんです。それまではクールな役柄が多かったんですが、ブザービートでは珍しく3枚目の役です。ヒロインは北川景子さんです。日本ではなりたい顔ランキング1位に選ばれる美貌を持った女優さんです。プロバスケットボールチームに所属する直樹は実力がなかなか発揮できず、年俸も下がり、彼女の夏希にも結婚を申し込めずにいました。そんなある日、直樹はいつもシュートの練習をしている公園でバイオリニストを目指す莉子と出会います。最初はお互い友達としか思っていなかったのですが、徐々に友情が愛情に変化していきます。放送当時、山下智久さんと北川景子さんには実際に交際の噂が出ていて、本当に恋をしている2人だったからこそリアルな恋人シーンが表現できたんじゃないかと思います。このブザービートは胸キュンドラマが見たい、顔面が美しいカップルが見たい、恋愛がしたい、こんな人におすすめのドラマです。最後に紹介するのは逃げるは恥だが役に立つです。これは超有名なので、もしかしたらもう皆さんも見たことがあるかもしれません。逃げるは恥だが役に立つ、これを略して逃げ恥という愛称で親しまれていて、最終回後も逃げ恥ロスが続出するなど社会現象を巻き起こしたドラマです。主人公は新垣結衣さんです。今や誰もが認める国民的女優で、ガッキーという愛称で親しまれています。相手役は星野源という俳優さんです。俳優やアーティストとしても幅広く活躍されています。このドラマの内容は、就職活動がうまくいかず派遣切りにあって休職中となった森山みくりは、父の計らいで独身サラリーマン津崎平正の自宅で家事代行として働くことになります。行き届いた仕事ぶりを津崎から高く評価されたみくりは、夫イコール雇用主、妻イコール従業員という形で仕事として結婚するのはどうかと提案します。お互いにメリットを感じて契約結婚をすることになった2人は、両家の親族や会社の同僚たちからの不安や疑念を払拭するため、試行錯誤しながら夫婦としての形を繕っていきます。利害の一致から始まった結婚生活で2人の気持ちに変化が訪れていくストーリーです。契約結婚や愛情の搾取、家事の経済的価値など社会問題にも踏み込んだテーマと多くの名言を生んだ作品です。放送当時、ドラマのエンディングで踊っている恋ダンスが社会現象になるほど流行しました。今までの恋愛ドラマとは全く違って面白いのと、基本的に悪役が出てこなくて、キャラクターがみんな可愛らしくて見てて幸せな気分になれるので、まだ見てない人にはおすすめしたいドラマです。以上、私のおすすめの日本のドラマを紹介してみました。まだまだ紹介しきれなかったドラマもたくさんあるので、機会があれば第2弾もやっていこうと思います。皆さんが見たドラマでおすすめのものがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。